中曽根豊臣親の墓、中曽根豊臣親は、沖縄県の宮古島の豪族、当主。宮古島の平らを拠点とした、15世紀末から16世紀初めの、宮古第一の首領であり、商工開始を機に、琉球豪族となった。同盟は空広。ただし、同志家不正等によれば、名乗りは、玄宮美で、天根十年間に生まれ、家政の初め頃死去した。 14世紀以来、宮古島は、目黒森豊臣親の勢力と、琉球王府より、宮古の主張に任ぜられていた与那覇ぜと豊臣親の二つの、勢力に分かれていた。空広は、目黒森豊臣親の御世今後にあたる。若年期については、宮古島旧憩に乗る。それによれば、新誉れ、幸子豊臣親の長男として生まれたが、 叔父であるネカンオ親が子なくして出資したので、その妻に壊れて養子に入った。天聖公順にして、養母の教えによく従い成長した。空広は七歳にして、すでに再気間髪であった。ある日、荘園で、自ら土木を下地していたところ、当世の主である、大里大殿が通りがかった。この人は与那派勢と豊かみ親の孫である。 空広は昼を束ねて差し出して、我が作物の発を主に建て祭らんと述べた。大里大殿は、空広が七歳にして、礼儀をあきまえ、行僧非凡、言語爽やかにして、大人の風あることを認め、我れ今日軌道に会うと喜んだ。空広が十七歳になると、大殿の家券を任された。当時は、諸見工事を持って、貢ぎ物にしていたが、空広は、 巧みな采配で滞りなく収納して待たせず、また壺を返す時には中身を残して、遠くから来たのを憐れみ、主人がこれを賜うものなりと渡したので、人望を得、大殿が即挙すると、空広こそ、当主とみなされるようになった。九尾によれば、大殿には、御手製という子供がおり、大殿の死後当主となったが、琉球王府に行った帰りに、 久米島で死んだため、空広が当主となった。また、ただし同志家不正当によれば、聖火年間に、直オ王に越見し、当主に認じられた。空広の綾子には、平良の皆よを集まれ、城の皆よを集まれ、下地の皆よを集まれ、清水を飲ますよと歌われており、平良、グスクベ、下地の三部落に声をかけて井戸開け掘り事業を行ったものと解されている。 また、中曽根豊神神帝治め愛調べ琉球へ差し登り工事の綾子には、都の初物を大蔵に収納し、琉球に収めることを空広が始めたなどと歌われており、倉本解説の意味と解されている。空広が初めて書層に年貢を定めたことは、家父にも述べられている。また、下地橋道石上の綾子には、 下地からひらら洋館する男女が腰まで海水に、使って難儀するのを見て、下地のものに命じて下地橋道を建設したことが、述べられている。これは、現在も残る。ただし実際の工事裁量は、川光る家府によれば、当時の下地地方の勢力家、川光大殿が務めた。石垣島で起こったお赤八の乱平定の、戦乱を先導した。また、 中山の命を受けて、与那国島の鬼虎の乱を閉定した。いずれも、中道志家父政党に乗る。宮古島記事質疑は、民は、伝説集という色彩が濃い。宮古島記事質疑に登場する、空広は、他の説話に登場する、トリックスターのようなエピソードを多く残している。ただし同志中曽根家家フより、ありがとうございます。